ね、動画ももうちょっと分かりたいな。のね、私さ、そういう女性企業のグループの中にいたし、その前はイベントの主催者として活動したり、まあその他もお花の教室をしたりとかで、結構グループ単位で、そこのトップをしたりとかしてる経験が多いんですけど、実は 割と一人が好きなんですよ。だから一人での行動も、だから一人ご飯とかももちろんできるし、一人で何かをしたりとか、家にいて一人でパソコンをずっと見てるとか全然苦じゃないし、そんなにそういう意味では女子女子してない、群れたがらない たまに人恋しくもなりますけど、すごいべったりした付き合いとかはどっちかというとちょっと鬱陶しく 思うタイプなんですよ。なのにいつもなんか割と、そういうグループ的なことをまとめる立場になってしまうんですよね。まあそしてできてもしまうんですよね。そう、私お金はもちろん欲しいし、興味がないことはないんですけど、めちゃくちゃガツガツはしてないんですよ。だからお金を儲けましょうっていうようなことを発信したりするのはちょっと違うかなとは思うね。なんかさ、面白おかしいことを一緒に遊びましょうっていうのが適してるような気がするね。どんな形であれね。なんかクソ真面目なことはできないし、そういうのはそういう人がやればいいし 誰も私に求めてないし。っていう意味ではセミナー講師っていうのももしかしてやっぱ違うのかな。なんかね、そのセミナーをしたりとかコンサルをしたりとかの中で一番よく言われることが、楽しかったですって言われるんですよ。役に立ちましたじゃなくて それってどうなんよ私が楽しかったらみんなも楽しいってことになるんかな。そうだね、うちの旦那はそう言うもんね。前は楽しそうでいつも楽しそうでいいよねって言うので、だから私楽しいことをしてればいいんだと思う。それに収入がついてこれば最高ですよね。こんなダラダラトークをやって誰かが見てくれるんでしょうか ねえ。そしてさ、私記憶喪失じゃないですか。だからね、自分がね、喋ったことを忘れてしまって何回も多分同じことを言うんですよ ああね、これね、毛布 こういうのいいよね。勝手に毎日やろうかな ああ、あとね、今ね、うちのお母さんの調子があまり良くなくて、割と病院に連れて行ったりとかして、なんかね 何してるのかわからないうちに一日が終わったりします でもね、これがうまく回ってるなって感じるのは、去年、一昨年とか、
すごい忙しかったんですよ、私。仕事がね、おかげさまで。その時はね、お母さんがね、食事の準備は、準備も片付けも全部してくれたんです。でね、今はね、私がしてるんです。なんかうまくなってますよね。そう思う。で、私が超忙しかった時は、息子も自分でご飯作ったりしてたな。今はなんか私ばっかりやってますけど。まあそう言いながら、そんな感じ。ね、北陸雪降りすぎで大変ですよ。と言っても私あまり何も知りませんけど、福井がねすごいことになってますよね。今年ね、大きい雪降ったの、今年、去年も降ってますけど、今年は大きいのが今3回目で、来週もまたね雪降るっていう話なんだけど、もうやめて。 福井ほんとひどそうですよね。だって8号線に車1500台連なったって話でしょ。でもガソリンもないっていう話じゃないですか。そういうのフェイスブックでも結構流れてますし、ここはそこまでじゃないですよ。今日なんかすごく天気良かったし、道も全然もう走れる。ただ私は富山市の割と中心の方に住んでて、中心よりちょっと外れた住宅街っていうようなところに住んでるんで、大きい道だと割ともう融雪続いてて、ブルも入ってるし問題ないです。 まあ富山でもね、山の方とか行ったらやっぱり大変なんじゃないかな。最近割と高岡とかがよく降ってますよね。結構もう喋ったんじゃないですか。20分。そうですね。この辺でやめようかな。だってあまり長いとますます誰も見てくれませんしね。ねえ、ゼロから何かをして作るって結構大変ですよね。なんかね、ブログ、アメブロに変わった頃のことをちょっと思い出すかな。私もともとエリアのブログ、富山ブログっていうのをやってて、それはね、ちっちゃいサイトだったから結構良かったんだけど、もうちょっとほら、でっかい世界に行きたいなって思って、アメブロに変わった時が何年なんだろう。その時、この辺でアメブロやってる人全然いなくてね。だから私が3年前この世界に入った時もアメブロをやってる人も少なかったし、自分が読者登録をしようと思っても検索してもね、富山なんとかとかでアメブロとかで検索してもね、パチンコ屋しか出てこなくてね。 今は結構ブログっていうのが普通になったじゃないですか。だって私ブログを昔やってた時には結構バカにされてる感じもありましたよ。 今はほら普通じゃないですか。だからそういう意味では動画ってまだそんなに見る人はいますけど、取り組む人はあまりいないですよね。恥ずかしいし。 恥を捨てれば何でもできるのかも。 と思うかな。そうだよね。恥を捨てればいいんですよね。でもやっぱちょっとは恥ずかしいしさ、なんかさ、そういう意味ではさ、私さ、最近、ハンモック教室のやつの題目に「アラフィフ」って入れたんですよ。その方が
ヒートしやすいかなっていうんですけど、本当は入れたくないんですよ。だって50にもいってないし。だけど、そのほら、繰り上がりとかの関係上ではもうアラフィフじゃないですか。もうアラフィフなんとかって言ってしまえばいいのかも。ね、今の若い人たちはこういう、初めからこういうのが使える時代ですごいよね。私たちの時代なんてさ、公衆電話だから そう思いませんか？なんか自由恋愛でいいなって思うけど、家電だし電話かかってくるとき だからさ、昔の私たち世代の男の人たちはみんなガッツあったなって思うよ。ねえ、ガッツあったよ。今みんなさ、なんかこういうのは強くても、対面とかはそこまでじゃないんじゃないかなって思うよね。いつまでも、私ね、そういえばね、人と会ったりとかして喋っとったらね、いつまででも喋るんですよ。だから誰かがストップって言ってくれないと止まらなくて、同じことをまた繰り返して喋ってしまったりするんで、もうやめようかな。ということで、これは今日はね、一番搾り、富山ってどっかに出とるん？これ富山のところにどうしてこんな白貼ってあるんけ？ どうなっとるん？明日はなんかさ、せっかくだから石川とか福井とかっていうやつ飲んでみようかなと思います。じゃあね、バイバイ。なんかわけわからなくてごめんね。バイバーイ。